よし、ちょっとこれ戦いに行くか。ちょっと日曜日にゲームやってる連中を叩きのめしに行く。いや、あの忍者ら開催時間中ですけど、今。いや、開催時間中ですけど。いや、開催時間中ですけど。いや、開催してないの、今。あれ？なんか俺間違えてる、俺。あれ、いいよね。今、開催中だよね。え？青りんごさんですね。あ、なんか今、メンテナンス中、もしや、ちょっとツイッターで調べてみるか。やりたいんですけど、僕。これみんなそうなっちゃってるのかな？何、どうした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 、青りんごさん、スプラやるしかないのでは？マジかよ、忍者ら頼むよ、やりたいよ俺、ここまでやったらスプラより忍者らやりてえよ、忍者ら頼む、やらせてくれ、お願い、最初の1分だけでもいい。忍者らー、え、めっちゃ面白いのにこれ。もう隠しコマンド入力してる時みたいになってる。はあ、クソゲ。はあ、クソゲ。これ無理じゃない？忍者らやん。青りんごさん、笑い、わら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 。もう忍者らこれできなくない？俺、みんなこうなの？これまあなんかツイッター見るとみんなこんな状態になってるみたいだけど、おい頼むよ忍者ら、めっちゃ面白いのに。分かってきたのに今、忍者ら、俺。ひどくないこれ。無理だ、できない。俺にはできない、このゲーム。俺には無理だ。俺にはまだ早かったんだ、これ。このゲーム、できない。ということで、忍者らを今日は生配信してみました。皆さん、いかがだったでしょうか？忍者ら、少しでもこのゲームの面白さが皆さんに伝われば幸いです。残念ながらですね、プレイ自体は、トレーニングモードをわずかにやることしかできなかったんですけれども、ちょっとですね、あまりの人気がありすぎたためにですね、ちょっとゲームを進行することができなくなってしまいまして、私ずんだもですね、不本意ながら、この辺りでちょっと配信を終わらせていただこうかなと思っております。非常に残念なんですが、僕もですね、なるべくオンラインで皆さんと戦ってみたかったんですけれども、まあ、ちょっとゲーム自体がもうですね、この通り忍者らーって出た後にですね、なんか開催時間があるためプレイすることできませんという、もう開催時間じゃん、思いっきりっていう。今開催時間じゃなかったら一体何時が開催時間なんだよっていうぐらいのですね、ちょっと意味わかんない確認が
出てしまいましてですね、これ以上ちょっとこのゲーム続けることができないので、まあ、今回はですね、この配信、ここでちょっと幕を閉じたいなと思っております。本来はですね、皆さんと一緒にこうやってゲーム楽しみたいなと思っていたんですけれども、ちょっとどうしようもなくですね、忍者らのサーバー、あまりの人気のためにですね、サーバーがちょっと重くなりすぎてしまったために、できないということで、私、ずんだにはですね、全く何の責任もないんですけれども、まあ、しょうがないなと。まあ、かといってですね、ちょっと任天堂やガンホーを責めるのもやめていただきたいなと青思いりまんごす。さん、そしてスプラをやる。で、結局ですね、この後私は、スプラトゥーン2の配信をすることになりました。お付き合いいただきありがとうございました。ではまた。誰ですかな。このツインテールのキャラ人気ありそう。こういうキャラ人気あんだよな。最近の若者たちのあれを見てると。青りんごさん、ショートカットの女の子がいないのでグレーですね。あ、違う、この子ショートカット気味じゃない？どうすっかな、こいつにするか。主人公顔してるし。おお、これ何？クリエイトできるんだ、色の変更。いいね。へえ。音楽もなんか忍者っぽいね。どうしよう。肌の色も変えられんだ。おー、なるほど。なんかこれ、ゾンビ顔だな。どうすかな。このぐらいにしとく？髪の毛の色はまあ、意外と青がいいかもな。目の色ね、どうすかな。これすごい、ちょっと、頭おかしいキャラクター作れちゃうかも。青りんごさん、前髪が長い女の子もいいですね。ああ、いいね。確かに前髪長い子ね。オレンジちょっと違う。紫の目はちょっとな。青系統で合わせた方がいいか。この目つき嫌だな。ちょっと明るすぎる。まあ、髪の毛の色と合わせた方がいいか、目の色。よし、OK。青りんごさん、赤ですね。赤がいい。青りんごさん、ゲームやってるからラグいのかな？多分そうだと思う。ドローンを探そう。これがドローン。ドローンを見つけたらどんどん壊す。へえ。S エナジーが増える。スペシャルゲージみたいなもんか。ガムが大きくなる。へえ。大きなガムから大きなガムウェポン。これガムを使って戦うんだ。へえ、あ、そういうことか。攻撃力上がるってことか。1本決めれば高ポイント。おお。おお、なるほど。そういうゲームか。これ久々にガンホーの傑作になりそう。L スティックで移動して壁を登れる。B ボタンでジャンプ。空中でもう一度ジャンプできる。あ、2回ジャンプできるんだ。ZR で攻撃。はいはい。スプラと同じか。完全スプラじゃん。ZL ボタンでガムを膨らませ。ZR でガムシューター。結局攻撃は全部ZR なのね。A ボタンで武器クラフト。あ、武器作るのか。ああ、スペシャルね。X が。攻撃が勝てば総裁。読み合いに勝てば一本のチャンス。読み合いってどうやってすんの？
ピンチは S バーストで切り抜けろ。 S バースト格ゲーじゃん。いや面白そう。結構そう、あー確かに。やっぱジャイロでしょ、スプラトゥーンプレイヤーとしては。B ボタン上にジャンプ、空中でもう一度。青リンゴさん、ガンダム無双とか面白かった。ああ、あるねそういうの。お、本当だ、ジャンプできんだ。であれが忍者バルーンか。おお、これは、あ、これでこのあれは復活するんだ、時間によって。ああなるほどね。でもまた壊していくと。あ、なるほど。でこれクラフトできんじゃない。あ、これか。おお、敵がダメージ食らってる時に NO! っていうのが面白い。 NO! 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 これはスプラのパクラ。おー、いいねこれ、面白い。お、 Y で突っ込むんだ。あ、ゲージ溜まった。これトルネード台風やるんじゃない。まずこうやって、で、おお、絶対ある。R1 で突っ込むんだ。R1 っていうか、あれか、R で突っ込む、相手にダッシュで突っ込むのか。ああ、なるほどね。普通に歩いて近づくんじゃなくて、もう R で突っ込んじゃって、なるほど。ZRA で大武器クラフト。ん ?ZLA、あ、これか。は?あ、これ変装しろってことか。カモフラージュか、これ。おお。青リンゴさん爆笑した。いやー結構でも操作覚えるまで大変そう。これいいな。これで近寄って、でいきなり出てきて殴る。でこれでもスペシャルゲージってあれなんだね。あのコンボ中に一気にできないんだ。